第3.9世代移動通信システムとは、第3世代移動通信システムを高度化したものを特に区別する場合に言う。デジタル方式の携帯電話や、その通信方式の一つ、モバイル IMAX や LTE が含まれる。優先と比較すると、実行速度ではおおよそ ADSL 並みの通信速度となる。第3.9世代移動通信システムに対応した。 ナノムカード NTT ドコモの第3.9世代移動通信システム対応タブレットメリアスタブ N-06D の画面側 IMT や 3GEPP の正式な用語ではなくホームページで記載する通信規格も商業的には第4世代移動通信システム技術的には第3.5世代移動通信システムに区分されたりプレ 4G 3G エボリューションなどと呼称される。第三世代移動通信システムを高度化する。通信方式にオフットマなど 4G に近い技術を使用して高度化する。周波数の有効利用やユーザーの利便性向上が期待されている。日本においては NTT ドコモが他社に先駆け、クシーとして2010年12月24日より E アクセスは エモービル LTE として2012年3月15日より、KDDI は AU4GLTE として、ソフトバンクモバイルはソフトバンク 4GLTE として、共に2012年9月21日より開始した。周波数帯は第3世代同通信システムへ割り当てられた、帯域を転用ないしは、デュアル利用するケースと、2010年4月1日以降、 順次 3.9G 世代参入希望事業者向けに新たに割り当てられる周波数帯を利用する形となる。予定される周波数帯については第3世代動通信システム日本の周波数割り当てを参照。なお、部話向け周波数として UQ コミュニケーションズの UQiMAX と WILCOM の WILCOM c o e XGP に それぞれ 2.5GHz 帯が割り当てられている。他方、海外では、中華人民共和国の事業者である中国移動では、当世代の方式として、TDLTE 方式による運用を計画している。一方で、中国連ね通りと中国電信は、他の地域とのハーモナイズする選択を行い、LTE にてサービスを行う。 総務省の情報通信審議会において挙げられた通信企画は以下の通り2008年3月末読売新聞と日本経済新聞が相次いで第3世代では他社と異なる企画を採用している KDDI が次世代では他社と同じ企画を採用する方向で検討していると報じたまた両氏は実現した場合に総務省が 次世代においては端末とキャリアの完全分離を基本方針とする方向であるとも報じた。端末とキャリアの分離は端末メーカーにとっては会社によって異なる端末を作らなくても済むことから開発コストの削減につながるとともに国外メーカーにとっても日本市場参入への障壁が低くなることを意味する。一方各キャリアは ネットワークインフラとコンテンツ提供に特化し、全く同じ土俵で勝負することとなり、競争がより激化することで、電電公社ミニエー化による固定電話自由化の時のような通信料金の引き下げが期待される。第三世代においてはすでに一部でこうした分離が行われており、 日本通信が NTT ドコモの回線のレイヤーにまでの回線を借り、MVNO サービスを展開するとともに、ムーブメントとして A2 ネットワーク社や日本キューレットパッカード、チキチキインターネットほか数社への回線の再販を行っている。ディズニーモバイルは端末と通信インフラの部分については、ソフトバンクモバイルから沈借、業務委託し、また EC ナビ携帯は、 端末と通信インフラの部分については、KDDI から、賃借、業務委託をしている。ありがとうございます。